昔いたずらしても絶対にごめんと言わないひねくれ小僧がおったそうだ。あっ、うん、おい助けて。うわっはっは。とうとう泣きながら小僧はごめんなさい。すると鐘はごめんと鳴り響いた。それ以来小僧は素直にごめんなさいと言えるようになったと。